お疲れ様です。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロです。いつも見てくれてありがとうございます。今回の動画は前回の続きになります。ポピミカ魂サイクロン号、これに付属する915号をかっこよく乗せる乗せ方を解説したいと思います。その前に SH フィギュアーツのサイクロン号との大きさ比較並べてみたので見てみて。ポピミカ魂のサイクロン号はいろんなところにメタルパーツが使われて、手にするとずっしりとした重量感があります。ギアサスペンションの稼働とホイールの回転はもちろん、フロントサスペンションも稼働してブレーキホースもオミットされていません。おまけにヘッドライトまで点灯して税込み8580円でした。最近の商品と比べるとブランドは異なりますが、新仮面ライダーのサイクロン号が税込み8250円、フロントフォークの稼働やブレーキホースはオミットされていますし、仮面ライダーもついていません。グダグダ言うのはこれくらいにして、まずは付属する915号の素体に手を加えていきます。 RAH と同じく素体にスーツを着せたアクションフィギュアなので、スーツのテンションに負けて関節を曲げても固定が困難なんです。そこでパーマネントマットバーニッシュで関節が簡単に動いてしまわないようにします。気をつけないといけないのは、乾かす前にスーツを着せて時間が経つと接着したようになるので、しっかり動かしながら動きの具合を確認し、完全に乾かしてからスーツを着せてください。この915号の素体で見てもらいたいポイントがここ、太ももの上端部分です。ここがこんな風に肉抜きされているので、ライディングポーズを取らせる時に太ももを90度以上前方へ上げることが可能になっています。ほら、こんなに上がります。ちなみに後方へは基本的に上がらなくていいんですよ。人間の股関節って後ろへは曲がらないでしょ。関節の調整も終わったのでスーツを着せていきます。
これじゃようわからん。結局もう一回上着を脱がせてみることに。さっきの股関節可動を思い出して動かすと、フィギュアーツではこんな風にはできない。胸部と腹部の可動域の広さもあって、こんなに綺麗な前傾姿勢をとれます。首の可動域も広いため、しっかりと前を向いたポーズで乗車できて、RAH と比べるとこんな感じです。RAH は素体が新しくなって、足が長くなった分乗せにくくなっています。先日アップした RAH の動画でも言いましたが、スーツを着せた状態で素体の構造と可動域をイメージしながらライディングポーズをさせれば、理解しないまま恐る恐るポージングするより見た目をかっこよく決めることも不可能ではないでしょう。今回の動画はいかがだったでしょう。どの関節も一軸ですが、素体の肉抜き構造により
スーツを着せてもそこそこの可動域が確保されています。関節の渋みを強めに調整することで様々なポーズも固定しやすくなって、以前動画を撮影した時よりもかっこいいイメージにできました。中古市場でも当初の販売価格より安価な価格帯で購入可能なので、91号とサイクロン号好きならお買い得なセットだと思います。ただし91号のスーツは9割型経年劣化しているはずなので、新調して着せ替えることが必須ですのでご注意ください。 RAH の素体もこれと同じ構造ならな。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。